トンネル南口トンネル北口大道トンネルは、大分県大分市、栄光の国道210号にあるトンネルである。現在の大分市中心部と、南大分地区とは、江戸時代より前には、上の丘陵に連なる丘陵で隔てられ、通行は、丘陵の南側を迂回して行われていた。徳くらさのの、豊か吹き木垣によれば、 府内城を大改修し、府内の町を整備した、府内藩書大藩主、竹中重利によって、1610年に、大道峠に、掘割が設けられたという。掘割は、明治時代までの間に数度にわたり改修された。1952年に、大道トンネルの建設を公約に、大分市長に当選した、上田保津は、同年4月から、失業対策事業として、 工事を進め、約3年後の1955年4月6日に、開通式が行われた。トンネルの南口には、西風満地、北口には、大道無門の文字が刻まれた。後に、東側に新大道トンネルが開通し、大分県では、初めての上下線別のトンネルとなった。現在では、朝のラッシュ時には、中央線変異が実施されて、中心部方向が3車線。 反対方向が一車線となり、トンネル内は対面通行となっている。ありがとうございます。